のゲストは大原由美子さんです。私たちはジムを自己ジムでもう十数年間一緒に戦いをつけたりしてテレビは水着がちゃんと着てますということで、随分とですね、今回のテーマで町の人ということで悩んだんですけど、この人しかいないということを見合いしました。でたまたま今年が経営されてた方が卒業されてお時間あるかなと思ったので、みんなにお願いします。スポーツクラブで長く一緒に水泳大会とお付き合いをさせていただいております。今回の作品は、今こんな格好してるんですけど、これは旅行行った先でこのような格好をさせられたということでちょっとこうタンクから引き出して持ってきてこう着用しました。ご覧になられれば分かると思うんですが楽しんでいただければと思います。訪れた国は50カ国以上になりました。文化、人種、歴史、宗教、習慣等と異なる場所に身を置くことは驚き、感動し、好奇心を満足させ、ロマンを感じる連続です。多くの国が支配し、繁栄と破壊を繰り返し、辿ってきた歴史が刻まれており、まるでバームクーヘンのようでした。イスラムの国というんで本当は写真がなかなか少なくてですね、本当は観光地に行っていっぱい写真撮って見えるんですけど、本当のモスクとかああいったところは撮れなくて、その辺がちょっと苦労したところでした。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、ありがとうございました。銀座十字屋の会長でいらっしゃいます中村さんと親しくさせていただきますけれども、いろんな目を持っていらっしゃいまして、会長であり、今エリコさんがフランスから戻っていらっしゃいます、そのおばあちゃまであり、エンターテイナーであり、あと動物をとても愛している方でいらっしゃるんで、とても魅力的な方ですし、活躍なさっているんで、この方しかいないと思って投票させていただきました。そういうお話があって、何が何だかわからないのに いたしましたので、ちょっと心配ですね皆さんに分かっていただけるかなというふうに思っておりますけども、お願いします。私は銀座十字屋会長の中村千恵子でございます。銀座十字屋は銀座三丁目のこの場所で明治7年に創業し、今年139年目を迎えました。ぶつけ本番で短い時間に私が書いた原稿にいろいろ手直していただきまして、やっていただいたんで、とても戸惑いながらやってくださいまあまあだと思っております。いかがでしたでしょうか。短い時間の中でね、途中でなんかちょっと口も乗ったり滑舌悪くて申し訳なかったんですけれども、そんなことで銀座に銀座とともにこう歩んでいって、これからもね皆様に支えていただけたらいいなと思いつつ、お話をさせていただきました。今回は音楽ボランティアに来て、AKB48 の曲とか、中村さんの曲を弾く大田美智子。私、作曲家の仕事をさせていただきます大田美智子です。中央区の皆さんとはつまさんという名前をくれて歌の仕事をしています。このつまさという名前の由来は、若くして亡くなった本田美奈子さんに共演させていただいた曲で、大田美智子さんでの戦争で失った命のための、そして戦争の重さを風化させないための演奏活動もしています。一作曲家の大田美智子さん、非常に忙しい中どうしてこんな、ボランティアをやるのかとかということを聞いたら、こういうことがありましたということでお伝えします。私の作品は、林奈良さんという方で伝えたいことテーマでやりました。でこの方は現役のバレリーナで、私の娘と、私がバレエを習っている方なんですけれども、ちょっと娘が心が折れることがあった時にとても親身に相談して、相談に乗っていただいて、親子ともに助けていただいたので、
どうしてもこの方のお話を私は伺いたいと思って作品にしました。伝えたいこと、感じたり思ったり考えたり、体で心で、ヨガでバレエを見た。動きはバレエだけど、内側ではヨガをしている。耳から入ってきた音が体を動かす。バレエは誰でもできます。選ばれた人だけじゃなくて、手渡した時新しいことがやってくる。大変なことはさらっと、簡単なことはゆっくり。この方は自分のバレエの経験を今はヨガの方にちょっとスイッチを置いていて、まあ、体幹を鍛えるとか呼吸法とかで、まあ、ちょっとヨガの方に重きを置いているんですけれども、足は大事よっていうことをよく言うんですね。だから足元の写真が多いのかな。でもあれは私も思ったんですけど、習ってないとわからない、経験したことがないとなんで同じ足の写真なんだろうと思うんです。微妙に違うんですよね、足の角度が。今回出てきます高橋さんは今病気療養中です。お話を伺いたいと思ったんですけども、入院中で、それでは違う方をと考えたんですけども、高橋さんのお嬢さんから反対に父に元気をあげてくださいと言われまして、退院後すぐにお会いしました。しかし作品のお会いできたのが5日前で、それで動画サイトで撮ってきたんですけども、全然3分間にまとまらなくて、また3日前にお会いして、それでまあ、なんとか無理して、作詞にしたんですけど、隅田川のところに日本橋浜町、江戸時代には職人の町としてよく有名でしたが、花巻が近くにあったことから粋な町として知られています。そんな浜町で祭り反転、手ぬぐい、合祭袋、掛け守りなどに江戸の洒落を生かした商品を多数製作販売している高虎商店の理財者高橋金也さんにお話を伺いました。聞きますね。お店の創業はいつ頃なんでしょうか。ドキドキでした。どうして高橋さんにお話を伺いたいかと思ったのは、もちろんその高橋さん のお人柄にとても惹かれたということと、あともう一つは3代続いたら恥だということに非常に私自身が引っかかってまして、そして今回高橋さんにお話を伺いました。